今日誰来るのか。後藤健介選手でしょ。わかんない。楽しみ。楽しみ。楽しみ。何やるの？え、先輩。あっち、あっち。あれ。PK 会企画の主力。ジュビロ磐田の小川大輝と、言います、ね、早く一緒にサッカーしたいとかいろいろあると思いますけど、まずは夢について少しだけ、お話しできればなと思います。まず夢とは、夢を持っていますかっていうところから、始めたいと思います。夢って聞くとみんな、ね、例えばサッカー選手になりたいとか、お医者さんになりたいとか、なんかこう職業であったりとか、すごい大きなことを思い浮かべると思うんだけど、決してそんなことはなくて、まあ、お金持ちになりたいとか、まあ、すごい綺麗な人と結婚したいとか、まあ、そんなことでも構わないと思うんだ。ただそれをまずは自分がどうなりたいかなっていうのを自分自身にこう聞いてみて、もう目標でもいいし、こうなりたいというか構わないから、まあ、夢に変わる何かをまずは見つけることが大事かなと思います。そして2つ目、もし今もう夢があって、まあ、僕のみんなと同じぐらいの時にサッカー選手になりたい、ジュビロ選手になりたいっていう夢があった人たち、これから夢ができるよう、夢を持つような子たちには、一つ心がけてほしいことがあります。夢を叶えるためにいろんな努力をすると思うんですけど、まずはいろんなことにチャレンジしてみてください。例えば僕であればサッカー選手になりたい、そのためにはどうしたらいいんだろう、筋トレしなきゃいけない、じゃあ腕立て伏せした方がいいかな、腹筋した方がいいかな、いろんなことにチャレンジしました。ただチャレンジしていく中で、あ、これは違うのかな、いやこれはもっとやった方がいいのかなっていう正解だったり不正解を学ぶことができました。まあ、そういったことを知るだけでも夢への近道になると思います。なのでまず何事にもチャレンジしてみてください。そうすればおのずと皆さんが持つ夢であったり目標、なりたい姿に近づいていけるのかなと思います。僕からはこの2つを皆さんに送りたいと思いますので、これから日々、意識して先生の話をしっかり聞いて、取り組んでもらえればなと思います。以上です。自分は最近まで6年前まで皆さんと同じように小学生でしたし、夢を叶えたばっかなのであんま多くのことは語れないですけど、自分が小学生の時はもうずっとサッカー選手になりたいと思ってましたし、まあ、実際今そういうサッカー選手になることができて、その小さい時が大切にしてたことは何事も全力でやるというか、まあいろんな失敗もあると思うし、まあいろんな人に笑われたり、いろんなこと言われるかもしれないですけど、とりあえず目の前にあることを全力でやるっていうことを小さい時から大切にしてきたので、皆さんにはいろんな選択肢があると思いますし、まだまだ夢や希望があると思うので、自分がやりたいと思ったことだったり目指しているものがあるなら、その目標に対して今できることを全力でやってほしいなと思います。すみません、短いです。質問したい人は手を挙げて。はい、はい、出さいよ。足ってどのくらい速いんですか。どれくらい速い、まあまあ思っているよりかは速いかもしれない。なんかこの後実技があるから、そこでちょっとね、じゃあ一緒に誰か早くいたら競争してみようよ。目標にしてる人はいますか。自分が目標にしてる人は競技が変わってきちゃうんですけど、野球の大谷翔平。それでもやっぱその私生活でもしっかりしてるので、そういうところを真似していきたいなと思います。はい、僕は、同じ大学出身の、長友佑都選手です。聞いたことあるかな。はい、僕と同じポジションでもあり、人としても素晴らしく、日本代表でも、海外でも素晴らしい経験を築いているので、僕は、
ずっと憧れている選手になります。はい、リフティングは、後藤選手のみでいきます。僕はこの後スピード対決しますのでよろしくお願いします。もうやってる。じゃあ、あそこの向こうのさ、一番奥の線わかる？白い線、これですね、あそこまでね。よーい、早かった。やばい。どうだった？受けて意外とこの角とかにぶつけて無理でした。キスしてるやばいさ。止めろ。めっちゃなんか止めた。この前仕事。小川選手、後藤選手、今日は僕たちにたくさんのお話や楽しい PK 対決をしてくださりありがとうございました。僕も今日お聞きしたいことを思い出していろいろな目標に向かって努力を続けたいです。 PK 対決ではプロの選手のシュートが見られてとても嬉しかったです。僕はジュビロ磐田のファンです。ジュビロは今本気で J1 に上がるために戦っていることが伝わってくるので僕も本気で応援します。これからも応援を続けるので頑張ってください。ありがとうございました。ありがとうございました。小学校も初めてすごい緊張しました。どうでした？やってみて。いや、もう元気いっぱいで、はい、もう自分たちも元気もらいました。やっぱ、はい、フォワードとして外せないんで、まあ、そこは容赦なく全部決めさせていただきました。残り4試合に向けて自分たちももっともっとエネルギッシュにいかないといけないと思いますし、まあ、そういう面で自分たちのエネルギーになってかなというふうに思います。相変わらず子供たちの元気な表情であったりとかすごいエネルギーをたくさんもらえた時間かなと思います。ね、やっぱりこうジュビロに関心を持ってもらいたいなっていうふうには思いますし、まあ、僕たちを通して、選手と触れ合ってよりジュビロのことを好きになってもらえればいいかなとは思ってます。本当にこの中からサッカーを目指す子がサッカー選手を目指す子が生まれてくれたら嬉しいなとも思いますし、サッカー選手に限らずこうやって僕たちと交流できたから何かこう夢に向かって突き動かされたっていう子が出てきたらよりいいかなと思います。